会津美里町で p u f の取材班が撮影中に遭遇したのは野生のクマ体長およそ80センチほどのクマは車に驚く様子はなく道路を横断すると車に向かってゆっくりと近づきますこの後熊クマは道路脇の山林へと立ち去りました県内では4月からこれまでにクマによる人への被害が9件発生していて 県はあす、秋のツキノワグマ出没特別注意報を発令して、注意を呼びかけることにしています。